新東京塾新しい歴史教科書を作る会主催新東京塾を開催いたします。開会に先立ちまして国歌斉唱をいたします。皆様ご起立ください。ご即位を中心よりことごに祭り皇室の八坂をお祈り申し上げます。日本の伝統文化を守り未来へと資するための活動を続けておられる新しい歴史教科書を作る会東京支部の活動に心より敬意と感謝を申し上げます。第12回新東京塾の開催をお喜び申し上げます。皇室の伝統をはじめ現代の日本を取り巻く情勢についての情報を歪曲や偏向なく正しく知ること、そのためにも歴史の真実を学ぶことが日本の尊厳と未来を守り選択を誤らないために真に重要であると考えております。より多くの国民に歴史の転換点とそこから発生し解決しなければならない問題点を広く認識していただくことを心よりご期待申し上げ、ご監修、ご参集各位のますますのご活躍をお祈り申し上げます。衆議院議員杉田水脈先生でした。それでは本日の主催者であります、作る会東京支部支部長池田元彦より皆様にご挨拶申し上げます。大変遅い話ではありますが、一応お正月の1月でございますので明けましておめでとう噛んじゃいました。おめでとうございます。どうもすいません。今日はお忙しいところですね。日和はいいんですが寒さが最高で9度くらいですかね。ということでいろいろありますが、令和2年ではあるんですが令和としては初めての、お正月1月に相当しますので、今年は高等検証についてまさに、杉田水脈さんからの応援をいただいておりますけれども全国的な、展開をやっていきたいというふうに思っております。これはここに参加されている何人かの方も一緒に事務局をやっておるわけですけれども、ということでですね、今日 のお客様ではなくて講演をいただく方は、吉重武夫先生です。最近東京でも頻繁に出てこられているので、保守系の方は皆さんよくご存知とは思いますが、どちらかというと関西のご出身で関西で活躍されているため、あまり東京ではまだまだ知られている方ではないんですが、ご著書立派なものをいくつも出版されております。
そしてこの先生は、幅広く、いろいろなことを日本の古代史からそれから、ユダヤのことそれから、高等のこと存分、お知りいただいておりますので、質問も、後で十分時間を取ってあるようですからもう思いっきり、お声掛けを先生から述べていただきたいと思っています。以上です。どうもありがとうございます。今回、顧問であります小川洋次郎に皆様にご挨拶申し上げます。新しい歴史教科書を作る会東京支部の小川洋次でございます。私は、この新東京地区の企画を担当させていただいて、そして先生と今日ご講演をいただきました吉重先生と全く同じ期間を持っております。そして去年の春にはですね、武田恒也先生、その後真藤宇宙先生や、私の作る会の顧問でいらっしゃいます加瀬英明先生、そういう先生方にお話をしていただき、そして今回ですね、吉重先生にご講話をいただきました。吉重先生のご本をですね、拝読をしてもうこの人しかいないということで、ご講演をお願いしたわけでございますが、先生が、私が想像した以上にですね、 まさにその先ほど聖火神道のことをおっしゃいましたけれども、その背景になったですね、その背景となりました信州の政権を発揮して、そして凛とした講演をしていただきましたので大変感激をしております。またそれをですね、皆様方におかれましては、本当にしっかりと受け止めて拝聴してくださいましたので、講師をしていただきました吉重先生にも、それをしっかりと聞いてくださいました皆様方にも改めて深く御礼申し上げます。ありがとうございました。吉重先生にお招きしたことは、私たちの予想外の、予想をはるかに回る、開示でございましたけれども、新しい歴史教科書を作る会もですね、本来真実の歴史観、正しい国家観、そういうものをしっかりと引き継いでいくことを目的として生まれた組織でございます。しかしそれがしっかりとですね、我々に受け継いで、我々が検証することができれば、先生もおっしゃいました天上無休の進捗に基づく日本の国体というものはしっかりと守れていくというふうに信じておりますが、残念ながら大東亜戦争に負けて、その後にですね、GHQ がそれにすっかりそれをうずれてしまいました。おそらく GHQ の背後にあったのはですね、吉重先生の言葉を言わせれば、おくろに、また先般ご講演をいただきました野口武蔵先生に言わせれば、ディープステート、そして、敗戦以前の、日本においてもですね、ユダヤ化、ユダヤの災いという言葉でですね、そういう者たちのことをしっかりと見つめてきた、そして今も覚えていらっしゃる方がおられる。しかしながら、残念ながら今の日本の政治家は、それから政治家のみならず日本の、上層部ですね、戦後美徳者という言葉を、残されたのは渡辺翔一先生ですが、そういう言葉によってですね、戦後美徳者によって完全に日本は、支配されてしまっている。でそういうものの中でもですね、この令和の、この新しい見栄張りが続かなく、なんとか、問題点が若干ありますけれども、続かなくできましたけれども、今令和の妙が一番、先ほど吉重先生がおっしゃったですね、東京時点よりも危機を払うんであると。それは、女性天皇と女系天皇の区別のつかないようになった日本の、前年前後大衆がですね、自分のイメージだけで女系天皇でもいいじゃないかと、で愛子さまお感想だから天皇におなりになった方がいいと
そうしたらお子さんができた方がいいと、そしたらその方が次の天皇でもいいという、その程度の認識しか持っていないことが最大の、今の危機だと思っております。で、私はですね、吉井先生の命令とがおっしゃっておる、おっしゃっていることと全く同じ思いを持ちまして、そして、少なくとも作る会の東京支部の人間の中で、この池田元彦支部長をはじめとして数名がですね、公党各校府警団系都知事を我が国民連合の会というものに馳せ参じまして、一生懸命努力をしております。で、これも顧問として、立っていらっしゃるですね、笠山先生のお知恵をお借りして、また、山田先生のお知恵をお借りして、などのお知恵をお借りしてですね、会長は周囲に沿って台座をつくと、これで、あまり固いことを言わずにですね、とにかく今の、2680年の本当を守っていくということで、勝利して会議を団結して、そして署名運動をし、そして、協賛してくださる方には、いろんな援助をしていただいて、そして最終的にはその署名を持って国会議員を通じて安倍総理に、もう 49% は仕方ないけれども 51% は、この公党を必ず守ってくださいよという、背中を押すことを何でもしていくと、またしていきたいということで運動を始めております。今この会場 の後ろの方でもですね、そのための公党を守る、公党を守る国民連合の会のための署名運動をやっております。で、その横では、習近平主席を国賓として招くということは、みんな絶対に反対するという署名運動もしております。どうか皆様方にはですね、この後ろの席に、立って、後ろの席の真ん中にいる、人たちの、前に並んで署名を立てれば大変ありがたいと思っております。そして署名をしてくださった方にはですね、歴代の天皇を非常にカラフルに、描きましたクリアファイルをですね、差し上げておりますので、ぜひ、ご協力いただきたいと思います。またこのようなですね、桂木直美さん、三国作家なんかで活動、キャスターで活躍をしておられる桜木直美さんの会長の会議、そして顧問としてですね、歩みの順で申し上げれば、作る会の顧問である加瀬山先生、それから、この高等研究の、政党団体を通じていらっしゃる小森慶一郎先生、それから、女性に人気が非常に高い野口光雄先生、そして、チャンネル作家の水島聡先生、そして、森内明先生、そういう方々を顧問に推してですね、そして、その山下の力持ちとしての事務方としては、池田元彦東京支部長をはじめとする数人の同士が、発生されていまして、やっております。で、これが全国運動として広げていって、まず1000名の署名、また数千名の署名、そしてなお越し人々の署名というふうに集めていってですね、しっかりと安倍総理の背中を押したいと考えております。どうぞ皆様のためにおかれましてもですね、ぜひご理解とご協力をよろしくお願いいたします。今日はですね、予想員の、この聴衆としてお集まりになった方々が、少なかった、機会がございますけれども、今ですね、YouTube チャンネルの録画していただいておりますので、この先生の吉井先生の講演の結果がですね、YouTube チャンネルで全国に流れて、そして、最初に挨拶をしました支部長も、池田支部長も、それから、最後に挨拶申し上げました、新東京の企画を担当しているお題に、の声をですね、全国の人が聞いてくださると思いますので、それに、期待をして、おります。どうぞ皆様方には、作る会の、ますますの再発展と同時に、この、歴史的な公党を守る会の、協力にもですね、ぜひ力をお尽くしいただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。で、今日はですね、吉井先生のご著作
まさに歴代天皇による日本の精神をはじめとするです。ご著作を、建設者の方が、出店を後ろに出してくださっておられますし、またその隣ではですね、天然社の方々が同じようなご著作を出してくださっております。またその先ほど申し上げましたが、その隣では、この皇帝を守る国民連合の会の署名活動と、それから習近平で国家主席を国民で招くことには反対をするという署名をしておりますので、そちらの方のご協力をぜひともお願いいたします。ありがとうございました。以上をもちまして、東京塾を終了いたします。皆様、最後までご清聴くださいまして誠にありがとうございました。まだ引き続き書籍販売もしておりますので。